フォーシルから新しいスマートウォッチ、ジェン6ハイブリッドが発売されました。アナログ風のデザインに、スマートウォッチの機能を取り入れた注目の製品。新しいディスプレイデザインや、改良された新型センサーも搭載され、従来モデルよりも、格段に使いやすくなっているようです。それでは早速、どんなスマートウォッチなのか、詳しく見ていきましょう。デザインについて。モデルは、マシーンとステラの2種類が用意されています。マシーンは、がっしりとした男性用のモデルですね。45mm ケースを採用し、トップリングとプッシュボタンに、ローレット加工が施されています。カラーはブラック、シルバートーン、スモークの3色で、ストラップは、ブラッシュ仕上げ、サンリンクブレスレット、メッシュブレスレット、レザーストラップ、シリコンストラップが用意されています。ステラは、エレガントな女性用のモデルですね。ケースは 40.5mm で、150個のクリスタルパメのトップリングを採用しています。カラーは、ローズゴールドトーン、シルバートーン、ツートーンカラーの3色を用意。サンリンクブレスレット、メッシュブレスレット、レザーストラップ、シリコンストラップが付属します。スペックについて。スペックはざっとこんな感じです。バッテリー駆動時間は最大2週間です。うや、OS 搭載のスマートウォッチよりも長く駆動できます。また、充電は高速で60分間で 80% までチャージできます。通信は Bluetooth 5.0 LE に対応。センサーは加速度、心拍で、3気圧防水に対応しています。ディスプレイとボタンについて。ディスプレイのデザインは新しくなり、文字盤の円形に沿ってアイコンが配置されています。また、タッチで時計の針を操作できるようになっており、任意のアイコンに合わせてボタンを押すことで、特定の機能を表示させることができます。ボタンは右側に3つあります。このボタンはアプリを利用してカスタマイズが可能で、例えば、計測したアクティビティの表示やアラーム、スマホの音楽コントロールなどに割り当てることができます。計測できること、新たに血中酸素の計測に対応し、トレーニング後の体の異常も素早く確認できます。また、心拍センサーの連続トラッキングと信号精度を向上し、より正確な心拍数も計測できます。その他、従来モデルと同様に睡眠、歩数、消費カロリーの計測に対応。数十種類のワークアウトモードにも対応しています。機能について。新たに Amazon、Alexa、音声認識に対応し、ニュースや天気の確認、リマインダーやアラームの設定、スマート家電の操作などが利用できます。また、従来モデルと同様にモード切り替えが利用可能で、日付、世界時計、目覚まし、通知を選択できます。その他、スマホの音楽コントロール、リモートカメラ、天気情報、ストップウォッチ、アラームなどが利用できます。アプリについて。アプリはデザインが一新されたフォーシル
スマートウォッチーズが利用できます。アプリのホーム画面が個人の状況に合わせて表示されるようになり、ウォッチのディスプレイ表示の変更など、カスタマイズ設定も行えます。その他、従来アプリよりも統計情報を見やすく、一目でわかるように変更。アクティビティやワークアウト、健康指標などを一つの画面で確認できます。まとめ。フォッシル、ジェン、シックス、ハイブリッドは、アナログ風のデザインを採用しつつ、スマートウォッチの機能も快適に使えるようになっていました。また、デザインが異なるモデルを複数用意し、ストラップの種類も豊富に用意するなど、ファッション性にも優れている面がありました。これならアナログ時計としても、スマートウォッチとしても快適に使えそうですね。フォッシル、ジェン、シックス、ハイブリッドは、現在発売中。気になる人はリンク先からさらに詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日はここまで。また次回会いましょう。